はい、どうも、ハコンバンチはウエスタンキマです。23日ですね、になりました。リセットされました。私よく見てなかったんですけどね、今回7月23日ですね、0時時点で画商引いた回数がリセットされます。ここまでは読んでたんですけど、回数リセット後再度1から5セット目 SSR 以上確定と初回割引サービスが適用されます。ここ読んでませんでした。まあリセットされればね、もう一回やりますとは言ってあったので、リセット後ですねの1回目ですね、1回だけをやってみたいと思います。では参ります。さあ、泡の色は何色だ。稲妻走ってない。うーん、寒い。1枚のみ確定。もうこれは、はい、小市くん、お寒いな。稲妻セーフ、走ってくれてたな、よかったんですけど。お、ネズミ何気にお初です。はい、4枚目ですね。寒い。1枚確定は寒い。5枚。はい、6枚目。どこどこどこ、期待が持てないのかな、辛いですね。はい、7枚目。はい、8枚目ですね。ドラララララで、めぼしいのか。はい、さあ最後、ドラララララ、で来てドン、ナイフプラス1。よし、プラス1。これで私のナイフも強くなった。あとはアビ次第です。アビが上がるかですね。いや、これは私にとって大当たり、よかった。ワン、あ、ワン、おっと、虹確定だな。ジョナサン・ゼペリ、無覚醒でも十分強いからね、プラス1はありがたいんですけど、これではなかった感が若干ありました。でもジョナサン・ゼペリ、ありがとうございます。さあさあ、ナイフのアビリティですね。さあ、上がるか、上がるか。ネズミは当然上がる。あ、それだけが、アビリティ上がった。2、おっと、2上がりましたよ。2、アビリティ上がってくれました。頭良すぎ。まあ当然ですね、これびっくりですわ。私びっくりしました。ちょっと確認させていただきます。ナイフディオ、レベルで、レベルでいましたね。ナイフディオプラス8、そしてアビリティがプラス9でプラス3。4スマの世界に入りました。ありがとうございます、ありがとうございます。今回も気分よく終わらせていただこうと思います。最後まで動画見ていただいてどうもありがとうございました。ではですね、またどこかでの動画でお会いしましょう。ではラサバタイ。